つはすごい。5万台は行きますよ。そんなに売れるかね。5万っていうと月に何台だ。月に5万です。これは売れます、間違いありません。日本全国のオートバイ販売台数が月に2万台の時代である。このオートバイはスーパーカブと名付けられた。藤沢はここで量産体制を作るため、三重県鈴鹿市に21万坪の土地を購入。60億円もの巨費を投じて日本一のオートバイ工場を建設したのである。スーパーカブは藤沢の予想以上の勢いで売れ続け、月に10万台を突破する空前の大ヒットとなり、オートバイを日本の庶民の足にするという藤沢の目論見は見事に成功したのである。昭和34年、いよいよこのスーパーカブを武器に本格的な海外進出をすべき時が来た。藤沢の下で海外視察を続けてきた川島喜八郎はこう進言した。私の感覚は東南アジアが一番進出しやすいし、とりあえず商売が成り立つであろうということで、結果をですね、藤沢に報告したわけです。しかし藤沢武雄の決断は違った。アメリカだな。アメリカしかない。当時アメリカではオートバイは黒い革ジャンパーのならず者の乗り物というイメージだった。マーロン・ブランド主演の映画がその印象をさらに強くさせていた。オートバイのマーケットも小さく、年に5、6万台しか売れていなかった。進出するなら自動車王国はアメリカに新たなオートバイのマーケットを切り開かねばならない。これは無謀な賭けにも思えた。今の時代、世界の消費経済は全てアメリカから起こってるんだよ。はい。アメリカで売れなきゃ世界でも売れんよ。藤沢は松明は自分の手で、つまり誰も人がやったことのない道を自らの力で切り開こうという哲学の持ち主だった。藤沢はあえてアメリカ市場の開拓を川島喜八郎に命じた。で、お前の好きなようにやってみろって言うんですよ。それでああしろこうしろっていうのは一切ないんです。ただ一つだけ注意されたのは、商社を利用することは考えない方がいいよと。やっぱあくまで自分の販売網を自分の手で作れと。川島はまずロサンゼルスに営業所を開設。オートバイに対するイメージを変える宣伝作戦に出た。 You meet the nicest people on Honda。 素晴らしき人ホンダに乗る。女性から少年大人、誰でもがいろいろな目的で乗れるオートバイだということを示すイラスト、そして写真。オートバイのイメージを一変させる衝撃のポスターだった。しかも掲載されたのがオートバイ専門誌ではなく、ライフやルックなどの一般誌やファッション雑誌だったのだ。アメリカ人のオートバイに乗る人に対するイメージは完全に変わりました。この広告キャンペーンをしてからは女子大生までがオートバイに乗るようになりました。続いて川島は藤沢の指示通り独自の販売網作りに着手する。スーパーカブをオートバイ販売店だけでなく、デパートやドラッグストアなどにまで置いてもらったのである。さらにオートバイ販売店のイメージチェンジを図った。店頭に並ぶおしゃれなオートバイ、販売員は常にスーツを着用、親子連れが気軽に立ち寄れる雰囲気を作ったんだ。当時アメリカでは子供がオートバイをねだった時、スーパーカブならいいと親が安心して答えたというほどアメリカ市民の支持を受けた。アメリカの一般市民はスーパーカブでオートバイの楽しさを知ったんです。スーパーカブが出てから他のオートバイもたくさん売れるようになって、アメリカでもオートバイの大きなマーケットが出来上がったんです。私はまさに藤沢に教わった手法をですね、アメリカで再現したと言っていいと思います。ですから、大衆の、オートバイに対するイメージチェンジという形をまず取り組みましたし、同時に、
宣伝もですね、販売の方法も全部その国内で株で取り組んだと同じような手法をアメリカで再現しました。こうしてスーパーカブはアメリカでも大ヒット。自動車王国アメリカに巨大なオートバイのマーケットを築き上げた藤沢武雄の戦略の勝利だった。そして昭和36年、イギリス満島の TT レースにおいてついにホンダのオートバイが優勝を飾る。藤沢の書いたあの出場宣言から数えて7年目のことである。この勝利の裏側にも出場チームの監督川島清に対する総一郎と藤沢の強い支持があった。自分たちの手でもってやろうよと、どっかの、エンジンをコピーするとか、なんかそういうことじゃなくて、やっぱり自分たちの知恵でもって、車を作ろうよと、自分たちの努力で行こうよという支持が大変強ございましたんで、まあ、その線でやったのが結果的には良かったんだなというふうに思っています。イギリスの新聞デイリーミラー紙は優勝したホンダのオートバイをこう称賛した。ホンダのオートバイにはモノマネは一切なく、まるで精密な時計のように作られている。世界一になりてえが口癖だった総一郎の夢が藤沢武雄の敷いたレールの上で花開き、ホンダはついに名実ともに世界一のオートバイメーカーに成長した。世界一のオートバイメーカーへと成長したホンダですが、その原動力となったのがここにあるスーパーカブですね。それにしても蕎麦屋の出前の人が片手で運転できて、しかも若い女性がスカートを履いたまま乗れるおしゃれなバイクと、ずいぶん具体的でね、無理難題を押し付けたという気がするんですけれども、その注文のおかげでこの画期的なオートバイが誕生するわけですね。そして世界へと進出していく、その最初の舞台をアメリカに決めたのは相当自信があったということなんでしょうか。自信というよりは志の問題でしょうね。まあ、その確かにアメリカ市場ってのは非常に難しい、非常に難しいって分かってる。しかし世界一の大きなユーザー、世界一の大きなユーザーと戦って勝たなければ世界一にはなれないんだと、こういう強いね信念があったんでしょうね、藤沢には。しかもその藤沢のやり方というのは、藤沢の流儀はね、いわゆるその松明は自分の手で、これ藤沢の持論なんですけども、とにかくアメリカでのその販売マーケット、販売ルート、販売網ですね、これも全部自前で作っちゃった、そして輸出もね、商社なんかを使わないで自前でやっちゃったんですね。独自のやり方を選んだわけですね。そうですね。さて、オートバイで世界制覇を果たしたホンダはいよいよ四輪自動車の分野へと進出していきますが、そこにはまた大きな壁が立ちはだかります。昭和30年代の半ば、日本でもようやく自動車大衆化の時代が始まろうとしていた。昭和29年から始まった全日本自動車ショーも回を重ねるごとに活況を呈するようになった。マイカーの走りとしてトヨタのコロナ、日産のブルーバードなどが人気の的となった時期である。ところが昭和36年、自動車の貿易自由化の動きが出てきたため、通産省が自動車業界の保護に動き出す。当時日本の自動車業界は全体でもその生産量が乗用車トラック合わせて48万台、これはアメリカのゼネラルモータース1社の10分の1にも満たなかった。自由化となれば日本の自動車業界はひとたまりもない。そこで通産省が国内メーカー保護のため業界再編を進める一方で、自動車分野への新たな参入を禁ずる法律案を出してきたのだ。業界の動きが慌ただしくなる、マツダがキャロル、ダイハツがハイゼットを発表、四輪分野での生き残りをかける。ホンダとしても黙ってはいられない。もし四輪への進出ができなくなれば、ホンダ総一郎の世界への夢が塞がれてしまうのだ。ここで藤沢が動く。自宅に集まった新聞記者に大芝居を打ったのである。